さあ、それでは今日のスタジアムヒーローインタビューはこの人です。カチャニ陽一郎選手。ヒーローインタビューはなかなか慣れないですか。はい。今のお気持ちはいかがですか。めちゃしんどいです。そうですよね。途中足もつってましたもんね。どうですか、今日の試合を終えて、戦いを終えて感想は。つってないの。つってます。これはじゃあ足痛めてたのは。伸ばしただけです。伸ばしただけね。平時欲しいやな。さあ、今試合を終えた今の率直な感想はどうですか。もう嬉しいです。決勝頼みかけて。そうなんですよ。あの点の取り合いということになりましたけども、最終的にはセレッソ大阪はグループリーグ1位通過が。先生ありがとうございます。ということで8月8日、808の日が花台スタジアムで我がセレッソのホームゲームということになるんですけども、そのまずはじゃあこのナビスコ決勝トーナメントに向けて意気込みを出してお願いします。そうですね、8が2個もついてるのに負けれないんで絶対勝ちたいと思います。でも、まあ、この最近もね、3試合ちょっとモヤモヤした試合が続きました。やっぱホームで勝つっていうのはいい刺激になったと思うんで、こっからのちょっとまたホーム連戦ですけど、そこの意気込みとこうやって集まってくれたサポーターの皆さんにも向けて最後メッセージもお願いします。じゃあもう一回言ってください。例えばさ、モヤモヤした試合が3試合続いてるんですが、それをスカッとホームで聞いてよ。真横で喋ってんねんこれ。で、まあ、スカッと勝ったわけじゃないですか。3試合まで不甲斐ない試合が続いてたんで、決勝トーナメント決めて、リーグの方にもいいモチベーションでいけたらいいなと思ってたんで、勝ててよかったです。じゃあ最後こうやって集まって応援してくれた皆さんに出しとメッセージお願いします。本当にみんなの応援があってこそのゴールだと思うんで、またもよろしくお願いします。足を張ってもらいたいと思います。用意はいいですか。早いよ早いよ。ちょっと俺はこうやってみんな流れてる。一回剥がすっていうね、これね。おー